沖縄本島の中ほどにそびえる女岳は、龍華に女滝ぬぶて牛下り見れば女松ガニがティフイチュラサと歌われています。女岳の西側に広がる女村女には、見荒びだけではなく数え37歳までの人生たちが伝承する豊年祭があります。女区の中根の海岸には、うつい釜と呼ばれる洞穴があります。豊年祭を担う二世獣は、師匠と共にこの釜に集まり、踊りの練習をしました。舞台を務める25歳以下の若い二世は、旧暦、8月1日から1週間余りの間、帰宅することを許されず、女踊りに当たった二世が炊事などをしたといいます。釜にこもる習慣は戦後間もなくに途絶えますが、練習をさせてもらったお礼の気持ちは今に伝えられ、豊年祭当日にはまずここで右岸をし、長者の臼を奉納します。平成2年には、昔を懐かしむ二世頭たちが、酒盛りをしながら踊りを披露し合う、釜豊年祭があったそうです。うつい釜で練習するのは、長者の臼数のほか、組踊りや二世踊り、女踊りなどです。その青年たちは、釜神家と呼ばれました。女区の豊年祭には他に、長銀や歌劇、象踊りなどもありますが、その頃は釜ではなく民家で練習が行われ、長銀神家と呼びます。現在の豊年祭に参加して象踊りを踊る女性たちは、長銀神家の流れと言えます。女区の豊年祭の原点は、うつい釜にありますが、もう一つの特色は、豊年祭の運営にあたる、二世獣という組織です。明治以前の沖縄本島の村々には、15歳から30歳代後半までの男子で構成される、
任政ズリー、あるいは任政獣と呼ばれる組織がありました。村の安全を守り、風紀の取り締まりをしていました。エイサーや法年祭も任政獣が主催する行事で、女村仲間には任政獣の古い形がよく残されています。やがて明治末期からの青年団運動によって、多くの地域では任政獣は青年団に改組されました。恩納区の任政獣はかつては数え33歳で任政頭を務め、37歳をアガイジャーと呼びました。エイサーは青年会の芸能となり、任政獣に残された仕事は法年祭のみとなります。恩納区では区の行政を協議する評議員会に青年会長と成人会長は参加しますが、任政獣は一年を通しての活動を行わないために、評議員会に任政頭は加えられません。アザの人々に法年祭の舞台を提供して喜んでもらいたいという熱意、先輩たちからイエイエイと伝えられた踊りへのこだわりがなければ任政獣が成り立たないという厳しい状況にあります。現在は数え37歳となった平成29年度の任政頭は大城祐樹さん一人で務めることになりました。地元に、同級生が3名しかいなくて、で、3名いるうちの、1人はもう違うところに行って、もう1人いるんですけど、もう1人はエイサーとかもやってなくて、自分しかエイサーも携わってなくて、で、こんな状態でずっと1人です。あらかじめ区長と任政頭が相談を始め、年齢の近い先輩、後輩の力を借りて、演目の選定と配役を進め、9月1日には地方、師匠、踊り手を招いて八幡市が行われました。いわば顔合わせでこの場で配役が紹介されます。任政頭としては翌日に始まる練習から法年祭本番の10月7日まで練習と舞台の準備に気を配る1ヶ月となります。踊り手たちの仕事の都合によって法年祭の期日は決められるようになりましたが、本来法年祭が行われる旧暦8月10日に現在は旗すがしの行事が行われます。旗頭を立て、法年祭に使われる衣装や小道具を並べて、任政頭が舞台の無事を祈ります。踊り手にとっても1ヶ月余りの練習は大変です。本番が近くなると運命禁止が行われ、食べ物が差し入れられます。師匠や年配の方たちが出来上がりを総見するすくみもこの時に行われるようになりました。法年祭当日の舞台を紹介する前に、恩納区における法年祭の歴史と取り組みについて述べておきましょう。恩納区の法年祭は大正時代に宣教師として沖縄へ来たアメリカ人のブールによって撮影されています。舞台は包茎で、後ろに幕を張っただけの簡単なものでした。長者の右数の場面ですが、右数が観客に背を向けて座っていて、その前に立つペーチンも現在の衣装とは異なる袖なし羽織です。昭和31年の法年祭でも同じで、その後に紋付きに変わったと思われます。旧公民館の時の舞台はまだ大正時代の形を残していましたが、現在の公民館に併設された舞台は袖から出入りする形になり、踊り方も変わりました。この記録映像の伝承編では、
本来の形の舞台で踊られていた昭和57年の葉踊りを参照すべきことが確認されました。女国は中心身代わり、英治とユチバレーという2番の組踊りが伝えられています。しかし英治の台本は戦争で消失し、終戦の翌年昭和21年には仲間の台本を移してすぐに復活しました。もちろん仲間の台本は音楽とは異なるところがありますので、手を入れて昭和54年に印刷台本が完成します。ユチバレーも昭和23年に台本が不完全なまま作られましたが、戦後はほとんど上演されず、津和子信仰さんの記憶を頼りにして当時の区長であった世良垣剛さんや若い人たちによって台本が復元されました。女なりのものをそこから移してきたものに、女のものをこうだったああだったで直してきたのがこれだよっていうぐらいしか聞いてないですけど、はい、で仲間の方が一度女の英治見た時にもう全然違うと言ってらっしゃるのを見たことがあるんで、まあだから前にもこんなし残したら残せばいつまでも残るよと、口伝えだとこう少しずつ変わっていくよねというのがあるんで、まずは一つ基本としてのものを残していってもいいんじゃないかっていうのもあって、それは必要だよねっていうことから、いつかはやりたいっていうものから来たと思うんですけど、盛り上がってはいたと思うんですよ。今やらんともうずっとできなくなるよねっていうのが、見たことある人さえもういなくなるので、やったことがある方が2、3名いたのかな、まあこうだったなっていうのを思い出してもらったり、こうだはずなっていうのも彼の中にはあると思うんですけど、これがあるもんだから、これは皆さんで作ったもんですよね。だこれをないがしろにできない、これが元だよ、でこれの元だったものがこれだはずよっていう台本を先生からいただきました。その復活上演は平成18年の2月でした。この時の経験を生かして舞台での立ち位置やド書きなどを書き入れた上演台本が新しい保存会の手で作られています。平成29年は10月7日が豊年祭となりました。当日は最初に紹介したうずい釜で長者のうふすうが行われ、次にぬんぬんちに赴いて同様に長者のうふすうが奉納されます。女村には昔から王府の任命するノロがいて、女世良垣の祭事を行ってきました。ぬんぬんちにはそのノロの絹冠が祀られています。音楽の伝統芸能である青年たちのエーサーも、婦人たちの牛デークも必ずここで踊られます。神主に託された祈りが芸能の奉納によって目に見える形となります。午後には道巡礼があります。本来は出演者が村内を回って
村人に舞台への期待を喚起するものですが、音楽では任世中の活動が停滞していた頃から村人の仮装行列が加わり、今ではそれが主体になっています。夕方から舞台が始まります。プログラムがその年によって変わるのは踊り手の都合によるところが多く、任世頭が最も頭を悩ますところです。あざの人たちに見てもらいたい組踊りも、時間が遅くなると観客が少なくなるという問題がありました。そこで今年は開演時間を早め、羽踊りを少なくしました。音楽では男性が踊る伝統が守られている女踊りの珍節、女節、花風節節、東熊節や内組の寸胴は省略されました。やや変則的なプログラムですが、平成29年度の舞台を紹介します。長者の部数は120歳の老人が村人を代表し、今年の豊作を感謝して孫の若衆と子であるペイチンの踊りを奉納します。長者の部数を最初に演じることで、子や孫の踊りが羽踊りや組踊りとなり、新しい芸能を取り入れることも可能となります。次はヌビクドゥチです。ウカンシンウドゥイの流れと思われ、長者のウフスーで若衆の王子名を踊った次に踊られる任世踊りの一つです。カサクドゥチは音楽独特の踊りで、任世たちの春の遊びを傘を使って踊ります。四つだけで踊る中里節は、一見女踊りのようですが、女性の踊る象踊りです。任世踊りの九大工づちは、高寺漫才とともに大工であったヌチジャーが明治の頃辻で覚えてきた踊りです。高寺漫才も元辻の踊りであったからでしょうか、琉球舞踊と比べて柔らかい踊りになっています。その素性にかかわらず、すっかり音楽の踊りになっているのは、ウカンシンウドゥイに始まる村踊りの柔軟性を示す良い例です。羽踊りの最後に松竹梅を踊るのは近年の習慣です。松竹梅はたびたび師匠を失って途絶え、昭和63年に婦人会が研究所から教わってきました。しかし音楽の踊りの伝統が働いて、すでに研究所の踊りではなくなっています。最後が組踊りの中心身代わりです。2時間半にも及ぶ上演ですが、今年は観客の皆さんに組踊りの面白さが伝わったようです。
知恵してやむ釣り橋屋に手の食いをあげ釣り屋たちんじんで来るぜし八重寺やんちみちくじ長い一日もようやく終わりました。出演者はすぐに打ち上げです。舞台の設営も、観客への接待も、そして後片付けも、かつては二世頭の式で後輩たちが行ったのでしょう。宇都井窯で練習した頃は、多くの二世が農業に従事していましたから、窯にこもることもできました。33歳から後に37歳となる二世頭も当たり前に島で生活していた二世にとって責任を果たすことが容易であったでしょう。仕事を村外に求める青年が多くなった現在、法然祭で二世頭の責任を果たすためには改めて島に生きる覚悟が必要です。島の年寄りたちが法然祭の舞台を楽しみにし、それを実現するために島の大人たちが裏方になって二世頭を助けています。それが今日の法然祭です。ようやく責任を果たした二世頭たちにはまだ明日の後片付けが待っています。まあ、運営側なんで二世団はもうちょっと気遣いできるところいっぱいあったかなって。で、毎年やってるから音楽の場合はこれ改正できなかったらなんか一人ってのってまた責任が一人になるのか、この年やらなかった、法然祭できなかった、改正できなかったって言われたらちょっと残念かなってなって。